絶対死ぬと思った今。いや、毎年怖かった。全然治んなかったんだけど。あぶね、今めっちゃ言いそうだった。え？なんかすごい静かだったからすごい。怖。と、三、三、四。ミュートして。インパスターの方はキルとサボタージュ遅めにお願いします。お願いします。お願いします。いや、このペア多すぎんか。ちょっとオレンジ白、オレンジ白、オレンジ白、緑。今やりたかったな、ここで。あれだかどっち。白紫。平和なり。うん。はい。お、誰も知ってる。平和ですね。いいっすね。特に何もなかったんですけど、クールタイムリセットしたかったんで押しました。素晴らしい。うん。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。まあ特に議論することもないので、ちょっと怖いなって思ったのが、ウェポンで、原神口高田さんが、ピコピコ、あるじゃないですか、はいはいはい、いいスキルやつをやってて、それでリアクターの方行ってなくて、で、うん、原産以外が来てたので、あ、ちょっともしかしたらやれてると怖いなって思って見に行ってっていう形で、うん、応募しましたっていうことです、うん、まあね、原産上のやってましたよね。最後尾だったかな、結局。うん。ウェポンの上のタスクやってたね。向かってる途中。うん。まあ、現の行動原理としては、リアクター側が鳴り始めたときに、皆さん、まあ、基本左行かれるじゃないですか。うん、ってなると、まあ、右側ね、キルして、下へ転げたのを隠したい、人狼側がいるのかなっていう疑念があったので、まあ、一人だけ残って、ナビゲーションの方に見に行きましたが、まあ、ご覧の通り、誰もいませんでした。サントさんが、まあね、サントさん右に抜けたかな、所定確か。ナビゲーションの方、はい、右抜けてナビゲーションになってて、なったんで向かってシールドストレージロアエンジンにたどり着いた瞬間に直ったので、まあ、戻ってエレクトリカルで直してる時に一田さんが来て、まあ、一緒にエレクトリカルやってて終わったみたいな感じですね。アルトと一田さんは一心同体でした、うん、はい。俺も神宮寺とずっと一緒だ。そうですね、高田さんと一緒でしたね、うん。砂だめはだいたい先端さんと一緒だったかな、ね、途中まで。後半ちょっとだけ離れたけど、うん、ですぐ源さんとクロスさんと会ってるかな。僕ずっとぼっちでしたね、はい、ずっと一人でやりました。でもリアクターやってましたよね。やってました、一番最初に。まあ、最初にめっちゃ誰も死んでねえから、何も分かんねえ。まあナイスボタンだな。俺はもう神宮寺を信じてるから。ありがとうございます。それで噛まれたらウケるな。思考6個入ってる。とりあえずクロスさん白いな。みんな雑な白くてな。雑殴りじゃなくて雑白です。黄色ピンク。めちゃくちゃいる。やば。あー、やりたかったな。けど、もう大体バレるんだよな、あれ。
ターとはちょっとアリバイが多すぎるからな。よし。村強いな。おお、よかった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 。ビビり散らかしてんじゃん。いいね。落ちた人が白にしか見えない。あれ、ちなみにさっき押した人誰でしたっけ？クロスさんです。クロスさん。でもこれ、あの、無駄がボタン、ボタン消費になってる可能性があるから、大丈夫かな？さっき左に。2人できなくなったってことよね。そうですね。まあでも10人だし。まあまあまあ。え、これさ、誰と誰がペアで、単独短期で動いてた人っているの？あ、僕、また。あ、アルト短期でした。なんか短期の人、白くね？なんか、束になって動いてるから、この仕様起きないのかなと思うんだけど。ああ素晴らしい。マイキン素晴らしいです、ね。なるほど。まあじゃあ短期白ってことは。いやまあなんか白っぽいなと思っちゃう。なんかどこでもやれたのかなと思っちゃうから。なるほど。まあでもちょっと薄い、まあ、要素ですけどね。そうね。逆に向いてる人を探しててそっちを狙いに行ったの説もあるから。そうね。そう単独もう普通にインポスターとして単独で動いてたって可能性もあるから。ああなるほどね。まあでも今回って結構短かったですからね。リアクター出すったしね、めっちゃいたし、普通にキルできなかっただけだと思うけど。まあ確かにリアクター結構人いましたもんね。リアクターいたね、うん。ちなみにちょっとごめんなさい、画面がバグっちゃってて、あのタスクのバーってどのくらい今で済みました？2メモリ超えたぐらいまでは見えてますけど。2メモリ超えたぐらい。あ、了解です。あ、じゃあまだまだタスクはそこまで進んでないのか。そうですね。まあ結構早いですからね、ボタン消費が。まあまあまあ。ボタン消費が早いので。一緒にいたの見ました。謎の白ロックが砂ザメさんがマサカリさんと一緒にいたのを見ました。あー、エレクトリカルあたりいましたね、一緒に。はい、また疑われるのかなと思いながら。いや怖いっすよ。なんでこっちのセリフでもありますよ、それは。白浮きしたいって思うなら一田さんからっていう僕目線、うんうん、僕クロスさんさっきのでめっちゃ白かったから殺されたら嫌だなって思って思ってました。それは どっちなん、それは一田さんですね。疑ってるの。あ、でもボタンを押したから白になるかって言ったら微妙なとこだもんね。クロスさんと誰かを二人きりにしたら怖いなと思って。なんなんその信頼関係。できてます、もしかして。できてんのよこれ。破りたな。かなり。二人一緒に動いてんのよ。やっと合流できた。はい。ロアエンジン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 入り口。2回直前の停電の1個前の停電で、砂ザメとマサカリさんが直してました、そこで。で、直した後に砂ザメはストレージ側、マサカリさんはロアエンジン側に行って、その時のストレージの入り口で高田さんとすれ違ってます。ロアエンジンに向かおうとしてる。俺がロアエンジンに向かおうとしてるってこと？あの、2個前の停電の時、これマサカリさんのそれよりも新しいあの目撃情報があったら言ってほしいかなっていう感じです。ゲンです、聞こえますかね。アッパーエンジンで、マサカリさんが給油かな押しているの、左下のところでいるのを見かけしています。現在最終チャイムリアクターになります。もう直前、もうめちゃめちゃ直前です。アルトさんが攻撃する10秒前ぐらいです。死んでたの誰でしたっけ？死んでたのはね、マサカリさん。クロスさんは分かんないってことですね、今。
クロスさんはちょっとわかんない。うん、そうなんだ。で直前であれば、直前であればエレクトリカルで割と少し最後終わる10秒くらいに一田さんと一緒にいたんで、一田さん、はい、直前であれば一田さん無理かなと思います。僕もサントスさん無理かな。え、ちょっと待って、砂鮫さんが俺をどこで見たんだって。あ、でもそれはタイミング的に直前じゃなかったんで、今の発言からすると、うん、あんまり、はい、アッパーエンジン、さらに新しいアッパーエンジン、アッパーエンジンで直前で、まさかりさんが死んでたってことは、そこら辺付近にいた人ってなんか誰か。でもごちゃごちゃ結構なんかいたイメージなんですよね。アルトさん目線の最有力候補っていないの？多分ゲンになるんじゃないですかね。いやでもゲンさんリアクターにいたっていう証言をするのかなっていう。誰かアドミン見てなかったの、はい、ないのか。見てないな多分。神宮寺ですけど、ほぼ高田さんと一緒にいたので、うん、一緒にね。なんか俺から言うのやっと言ってくれた。いや、だって言わないから、あれ、狼側なのかなと思って、なんか、まずないと思います。ラブラブだったね。クロスさんの最終目撃情報どこだろう、うん、これ、ちょっと、ちゃんと投票してください、これ。やばいっすよ。クロスさん、俺に、1回目の停電の前にアドミンに入ってくの見ました。あ、結構前だな、それ。タイミング。死ぬと思った今。来年は怖かった。全然治んなかったんだけど。レポート連打してて。誰が、ね？え、配電盤の前ってこと？配電盤の前です。あ、あれ何人いたの？誰か見てなかった？結構ごちゃっていたようなイメージだけど。一田は絶対違うわ。レポートしてる。そうですね。高田さん結構近くにいたし。俺ちょっと離れて見てて、一田が視界に入っててだから、うんうんうん、血が若干血しぶき出たんだけど、一田見えてたから、うん、動く瞬間が見えてなかったかとか。いなかったの誰ですか？砂雨カフェテリアで停電終わってボタンを押す待機してました。砂雨さん以外かじゃあ。砂雨さんを。で、一田さんがレポートしてるのを高田さんが確認してるっていうことは、一田さんも違うでしょうから。とあと現です、はい、配電盤が、ま、全くもって直らなかったんですね。で現は最初停電中にもかかわらず2人ぐらいが配電盤を直しに行かれたので、これ以上増えたら、まあ、今みたいなことが起きると思い、一度エルトカの上のタスクをやりました。にもかかわらずまだ戻ってなかったなので配電盤まで行きました。で配電盤見たら3つランプが消えてたので、直さなやばいやろうと思って直したら全然直らなかったです。ので配電盤を触ってる中に狼がいるんだという確信はあります。アルトさんもね、最初ちょっと離れてた、そう、ずっと離れてて見てて、俺結構ね初手で触りに行って直そうとしたら結構ガチャガチャ戻されちゃったから、うん、誰なんだろうな。で俺離れたんだよ、それで、あ、いるわと思ったから、その人外がね、一歩下がでも暗い、誰だったんだろうな。ってなると先端神宮寺さん、僕説明のしようがないけど、ま、真ん中ら辺が全然直んなかった。ずっと配電盤見てたから、一瞬、説明しづらい。一瞬さ、三つ右側がさ、点滅。まあまあまあ、一応センターさんも直してたってことね。そうですね。照明はできる。聞きたいなら照明はできる。どんな状況だったか、ずっと。いや、わかんない。わかんない。いや、わかんない。容疑者が多すぎる。ちょっと。ローラーもできんしな。誰だ？おい。聞かせてやろうか、状況。全部説明できるぞ。どんな感じだったか。ずっと見てたから僕無理だぞ。なんかまだ停電だしょ、多分ってことは。邪魔すると最高に楽しいんだけど。あれ俺が押したと思ったら。ちょっと待って、今、高田さんと神宮寺さんかな、多分いたの。いや、そう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 。まだ直んなかったっ
の僕いやそうそう治んなかったのよ。触ってない触ってない。多分僕後ろいたの多分どっちか見てるでしょ。僕触りました。俺も触った。え遅すぎないちょっと。状況を確認するとどうなってるんですか。エレクトリカル行ったのって誰なんですか。僕。あ僕も神宮寺にいます。センター神宮寺高田で僕アルトはカフェテリアの上の方にいました。円卓の。僕もカフェテリアいました。砂田さん押しました。ケンさんは。ゲームはもうひたすらタスクやってました東から。今回もちょっと停電直るの遅かったんで正直今回の配電盤直した人にもいやこれ2択だよ2択。うん神宮寺さん高田さんのいずれかに黒がいそうな感じしますよねすごくね。そうなの先端さんもそうなりますか。だって僕もう一切触ってないよ。僕ずっと離れてたから今回なんかまた言われるかなと思って。今タイミングに触れたりとかしたらどうなるの。カチカチって戻ったりするの。治らないですね。まあでもオンオフが入れ替わっちゃったりしちゃう。整理すると今のやつは、高田神宮寺が配電盤でカチカチやった。そうでなんか全然治んねえからさ。いや、いや本当センターさんが触ってないって絶対なんですかね。あ絶対だと思う。だって神宮寺がもし人体だったらついてるところを下げるよね先に。ついてるところセンターさんが触ってないのはしょってかさ、まあ、まずさ順番はどうだったの。さ一番最初に触った人誰だったの。わかんない俺が多分俺はそこに触れに行ってるけど暗いから見えてないから一緒だと思いますよ。わかんないですけど。いやだとしたらだとしてよ。いや絶対一緒にいると思うから。こうなるんだったら片方だけで直しに行くのはどうでしょう。でももう直ってるもんなんですよ。直してる。また直せた。そうか光ってるとこ下げると思うんだよな。投票どうしよっかなこれ。まあでもダブルキーで終わっちゃうからスキップでしょ。まあそうよね。あかんねえし、クロスさんの話も詰められてないし、やばいなこれ。いや、クロスさんの話詰める時がない。遅すぎさすがに。何やつ。ありがたすぎるんだけど。キルクルタイムがちょうどあれだったな。さあ、ゲンです。ゲンさんやったなこれ。ゲンです。どうぞ。なんか西田上がってない。どこにありましたか。あれ今死体誰が上がった。何色だった。神宮寺さんでした。ゲンです。アルドさんとセンタンさんが2死体上がってるにもかかわらず全くリアクションがなかったのでこの2色だと思います。もう一人誰だったっけ。アルドさんに入れます。村の方はアルドさんにとりあえず合わせてください。以上です。なんかもう一人誰てんだけど。えじゃあセンタンでもいいかな。いやダメじゃなくねそれ。神宮寺さんの下にどこにあったんですか。アルトさんとセンターさんの2ローです。表散らしに来てんね。だったら神宮寺さんの下にどこにあったんですか。もうゲンアルトさんに入れてしまったので。もう一人誰。もう一人死んでるの誰だっけ。もう一人死んでんのこれ。なざめさんじゃないか。なざめさん他見た人いないの。なざめさんを見てないです。アドミン俺もうゲンさんに入れるしかないわ。いやゲンがこんなことを狼で言うメリットがないということはお伝えできるかと思います。いやあのメリットデメリットの話じゃないのでこの辺になってる、うん、普通にセルフレポートでって言ってんじゃないかな。いや普通だってこれ普通に1死体しか見えなかったけどな僕が。誰も映ってないからこれさ2浪残ってるってことでしょ。つまりね。あえだから2死体が同じ方にあったんか。2死体上がってるからね。アルトさんは2死体見えなかったという主張ですか。見えないよ。聞こえてない。あ聞こえてる聞こえてる。タワさんの声聞こえてる。1さんの声も聞こえてる。あ順番的にはあれだよね。あの停電起こって開けたタイミングでって感じだよね。で多分ゲンさん多分僕たちが奥にいるの分からずにあの殺しちゃったんじゃないかなと思うんだよね。出際にね来たんだよね。
停電が明けたタイミングでエルトクセラで2体見えてます。でアルトさんとセンターさんがその死体の横にそれぞれいたのも確認して、さすがにそれは無理があるけど、うん、てかまずさ、それだったらあれでしょ、僕だったら他死体だと僕に寄せた方がいいと思うけどな。いやそうもうゲンは今回ゲンさんいるよ。いやでもまあもうアルトさんに入れてください。ゲンはもう変えられません。ゲン次絶対押すので、で次皆さん、村の皆さん、先端さんからロードしたいのであれば、ゲンは次先端さんに入れますので、よろしくお願いいたします。はぁ、勝ったな。勝ったな。ザクナイスー、もう見たのに。ドルフィンビューってどこに向いてたんだ。あぶねえ、あぶねえ、入れて。完全に現行犯で捕まえたんですけどね。いやでも多分ね、状況説明をしないまま入れちゃったんで、市田さんとか高田さんとか見えて、あんまり状況見えてなくてっていう、もうどこに死体があったのかも分かんなかったし、まあ、でも入れたんですけどね、アルトさんに結局、はい、そうか、入れられたんですよ。2死体っていうのも言ってなかったか、もう私も2死体がとりあえずアルトさんと先端が、先端さんが、いやでも絶対先端だと思ってるの、まあ、確かにエレクトリカルに2死体あるっていうことを省略してたね、さっきの。そうなんですよね、ちょっともうそこを省略したのは申し訳なかった、ね、いやでもね、先端と2人で隠蔽したのでエレクトリカルにした二郎がかりで私攻めてくるからもうそれを返そうと1でしたもん。村が3票集めないともう見つかったっていうところだね。ゲンさんのことは信じてたけど、あれ最後2位にから票間に合わなかった。高田さんとはぐれて停電って言って、でも近づかないでおこうと思ったらセンターさんが突っ込んできたんですよ。いやあれは僕がもう2人いたから片方殺したらもう片方殺して、あともうちょっとどうにかしたらなんとかなるかなって思ったら早くゲンさんが来ちゃったんですよ。あそう、タスク終わってました。なのでエレクトリカルの番人をしようと。一票誰が投票したのか。そうそう、まあ市田さんがちょっと時間切れしちゃった。間に合わなかった。え嘘、俺入れてた。あそうなんだ、間違ってなかったんか。まあ、ね、どっちかが間に合わなかった、ギリギリだった、うん、これ結構ギリギリだとあの反映されない。早めに入れないとね。多分市田さんの方が入ってなかったっぽい、直前だと。あマジですか、すいません。あれ高田さんとチングリさん2人がかりで直してんのに全然直んないの、めっちゃ笑ってた後ろで。いや、だと思った、だと思った、そのパターンだと思った。高田さんだったんですね、僕とぶつかり合ってたのは。いやそう、でもジングリさんがさ、オオカミだったら光ってるとこ消すはずなのに、光ってないところに触れ合ってたから2人で。だと思って。なんで邪魔するんだろうと。いや、俺なんで邪魔するんだろうと思っちゃった。いや仲良すぎたパターンって、いやそれなんか思いました。あるある、多分そうだろうなと思いました。いやもうやられるなら高田さんにと思ってたあの停電中に邪魔してた僕、永遠に永遠にオラ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 ってやってましためっちゃ楽しかった。ゆっくりタイムをゆっくり待って。そうそうそう。いやもうだ停電でクロスさんの話詰めようかなと思ってボタンを押したら一向に停電が治んないからドキドキしちゃった。もう全体死んでるし誰かっていう。これから。面白かった。あれですけど、もし市田さんの票がギリ間に合って、アルトさんが釣りが成立した場合、センターさんってどういうなんかプランとか動き想定されてました？いやもう無理じゃないですか、あそこで。無理ですね。うん、あそこはもう原産釣れなかったら負けです、ね。うん、最終日ですだから。うんってことだったんですね。あじゃあ逆にあまあ間に合ってたらどうにかなりそうだったのかな。いやもっと早く投票します。いやでもしょうがないです。なんかいや結構ね投票ミスはあの多いから。あとまあ弦がやっぱり最初にエレクトリカルでっていう場所ともうちょっと状況描写をしっかりすべきでしたね。まあ下の横にそれぞれ二郎が立ってましたっていう話だけをひたすら詰めれば伝わるかなと思ってしまったのは。まあ僕がひたすらちょっとねあの邪魔してたから、僕とアルトさんが二郎がかりで通信がかかってたから。その結果に何で死んでんのつって画面に砂ため死んでるの映ってるじゃんセンターさんと思いながらも。いやでもしらじらしいと思って。ベニさん以外の残り二人村が
村の状況に私残されたら私もめっちゃギリギリまであわあわするだろうなと思ってました。状況が分かんなかったですもんね。難しいと思いました。いやすごい冷静に焦ってました。はい、すごい現場に遭遇したんで本望です。いやとか5エレクトリカルに5人いて2ローと3村いたのか、あの状態で。あれめちゃくちゃ面白かったな。全然直んないのが僕してマジで面白かった。やってるっていう。めちゃくちゃ直ったら高田さんしか触ってないから、高田さんもしかして。いや俺もでも違うよなと思って。違う、そんなことしないと思って。源さんの刀がちょっと見えないので一回源さん、あのパソコンで頭をじゃあ、うん、高田さん信じてたのに。いや信じてたらめちゃくちゃ信じ合いすぎて押す場所までかぶせてる。ああ大丈夫です、ありがとうございます。あてかちょっとね、一回崩すか。あとアルトさんと、アルトさん 4連続ですよね。僕4連続ですね。何ですか。一応崩すか。僕入り直します。一応崩すね。あ、了解です。てか僕とアルトさんさっきもだったんだよな。さっきもでしたね。ね、結構崩してなかった、あの部屋替えとかで。そうだけど、まあ一応ね、アルト先端ペアがちょっと偏っちゃってるって感じなのが、そして猛威を振るってますね。偏るよね、なんかね。いやなんか多分すごい、なんかめっちゃ相性がいい多分。通じ合ってる、うん、ちょっとゴールデンコンビになってる。やばいな。めっちゃ積極的にキルしてくれるからな。アルトさんめっちゃ殺しますね。その代わり他もよくやりますけど。まあでもインポスターね、もうハイリスクハイリターン取んないと勝てないからな。ね、殺して後ろ振り返ったら人いるみたいな。2回ともアルトさんに食われたからな。2回やるだけで。あと誰だ。ゲンさんは枠の時に毎回インポスターが毎回白いかの中に両極端なイメージがすごいある。確かに同村するたんびに偏りますけど、アルトさんいる？今日は白の方の偏りかもしれない。いやマジで面白かったよ、あの試合。いやめっちゃありがたかったですよ。もううちのコメント欄でジングさん全員で黒塗りされるっていう。一生懸命直してるのに。一生懸命直してる。お互いに一生懸命直す。いやあれだ、最初ね、神宮寺さん高田さん一緒に殺して、若干神宮寺さん遅れてたんで、神宮寺さん殺して高田さんに足つけようと思ったのよ。そうだけど間に合わなかった。いやちょこちょこ見失う時があって、もうちょっと近づかないとと思ったら高田さんがふっと距離取るんですよね。お互いに歩み寄らないと言ったのにと思って。あの治らないとき結構キルクールタイム開けてたんですけど、市田さんがいて砂亀さんもいたので、やるとバレるのでやれなかったです。結構ねやれないタイミング多かったですよね今回ね。ですね、いきますか。神宮寺さん高田さん黒く見てしまった、すいません。でも見えるよね。これ黒塗りできるじゃんって言いながら笑いながら言ってた。